で、マイクはこれ持ってくる？変な人だよ。デリカのタクシーって野村さん、あるんですか都内で。めっちゃ楽しい。今回のカンパニーは、野村さんです。じゃあ、ねえねえ、はい、変な人だよ。ねえ、そんなことない。マイクはこれ持ってくる？どういうことですか？これマイクか。あ、タクシーって書いてあるよ、それでも。自家用になってます。ねえ、自家用だよ。個人タクシーってこと？個人タクシーで。だから、これをつけてるときは客を拾わないんだよ。あ、面白すぎ。空車とかの使い方でそれがあるんですね。あ、だからもう、これは外さないで。野村さんの気分でこれを置くか置かないかです。ああ、そういうことか。これは、あなたと同じように変わった人ですよ。面白い人。でもね、デリカのタクシーって野村さん、あるんですか都内で。旧型が多分2台。で、新型は僕だけです。あ、これね、はい、あと新型は北海道の MK さんが使ったんです。なんでデリカにしたんですか後ろが。あ、キャンプ行くんですか、はいはい、引っ張れる車でディーゼルで、お客さん乗せられてって考えて、今ワンボックスの時代なんでタクシーが、はい、って考えるとここにたどり着く。一石二鳥。でも、ね、4兆ぐらいです。デリカって高いですよね。はい、実はあの登録未使用車を買ったんで。あ、はい、あの走ってなくてナンバーついちゃってた車なんで。そういうのがあるんですか。なんであったんですよ、僕の時はちょうど300台ほどあったらしいんですけど。ちょっと中見せていただけますか。どうぞ、ね、私タクシー利用めちゃめちゃするので、いや俺もタクシー利用するけど、あ、乗り心地めっちゃいい、このタクシーに会ったことがない。ないですよ ね、 ないですね。え、都内ですか。毎晩港区あたりを。港区にですか。走って俺港区で30年住んでますけど一回も会ったことないですよね。だいたい赤坂通りあたりにうろうろしております。これみんな話題でしょ、赤坂では。まあ、あのタクシー仲間では。タクシー仲間どころか、お客さんにも目立ってるんで乗ってきてくれます。あ、ってことはあれですか、売り上げはアップしました。あ、上がりました。どれぐらいアップしたんですか。コロナ禍の前よりも増えました。おお、ってことはね、高いデリカ買ってもね、価値があったね。そうですね、あのうちの奥さんにはですね、コロナの時の真っ只中に僕これ買ったんですよ、全く売り上げができなくて、セダンに乗ってたんですけど、手上がらないんですよ、で、ジャパンタクシーが出てきたじゃないですか、あれで手が上がらなくて、もうこれは死んじゃうなと思ったんで、じゃあもう一石二鳥だからこれを買おうと思って、すぐにもうあのコロナの真っ只中のゴールデンウィークに発注したら、うちの奥さんにはあんた売り上げがないのにこんな車買ってどうするんだって怒られたんですけど、今は逆にこれにしてよかったねって今言われてるぐらい、まあ、じゃあ野村さんあれだね、先見の目があったね、まあ、ありがとうございます。初乗り420円です。もうちょっとで変わっちゃいますけど、11月に値上がっちゃって。いや、すごい。だけどさ、ね、でさらにこれなんかはさ、はい、やっぱさ普通のクラウンのタクシーよりこういう方がいいもんね、楽で、まあ、乗りよりもね、乗りよりも楽だしね。でこれ後ろ何人？全部で7人なんで僕を抜いたら6人。あ、6人乗れるんだ。いや、だから便利なんだよね、ワンボックス。そうだよね。ほら、野村さん、これは何て言うんですか？あ、これですか？はい、これはあのスロベニア製のアドリアという車です。あ、スロベニア製、はい、これはちなみにおいくらですか？僕が買った時は295万円が車体価格で、あのこれそんな安いの？安いですよ。これ野村さん犬飼ってるの？あ、そうですよ。犬飼ってるんで、犬がぬあのここ実は網戸になってまして、これ破かれちゃうんで、そのためにあの犬が逃げないように、ね、あの柵をしてます。あ、そこカメラさん先に入る？楽しい、もう最高、ね、めっちゃ楽しい。野村さん、はい、これ新車で買ったの？新車です。綺麗な、もう新車でそんな安いの？4年経ってます。あ、よくできてるな。よくできてる。で、冷蔵庫がちょっとあのタワー型なんで、ちょっとでかいんですよ、その黒いのが。これ、はい、黒いの。普通のキャンピングカーはちょっと大きいので。あ、でも、めっちゃ入る。はい、あ、でかい。そうですね、あと床暖房がついてるんで。これ、はい、冬も寒くない。それでこんなに安いの？すごい。そうですね、全部最初からついてます。よくできてる。ちょっとトイレも見てきたんですけども、よく、お子さんは？はもう孫がいます。あ、もうみんなで楽しめますねこれ、はい、もう6人寝られるんで。じゃあもうおじいちゃん野村さんですよ、ヒーローだね。いやいやいや、まだ1歳なんで分かってないんで。ああ、そうか、はい、これは楽しい。いや、でもね、こういうのの仕掛けは全部子供さん、あの
ヨットの仕掛けになってますね、はい、こういうのもね普通開かないじゃないこれ、うんうんうん、でこれ開かないこれ押す、ここで押すことによって開くからなるほど、勝手に開かないようになってるんですね、そうそうそう、だからこういうのやっぱり車で普通だとこれほら、うん、開いちゃうから、はいはいはい、よくできてるんだよね、だこういうのも多分技術は全部船から来てるんで、まあこれ例えばこれがアメリカですと例えばあとノルウェーとか、うん、ああいうところになるとそうだなこの車自体が3倍くらい値段が上がりますね、あエアストリームって分かります、うん分かる、エアストリームのなんか今一番安いやつで1000万ぐらいしますからね、そうでも全然そのなんか、まあ、もちろんなんかブランドなんですけども別にそんなこと気にしなければこれで十分すぎるよ、いや全然いいよ、全然楽しい、エアストリームってバスだからね、うん、ねもうね面白そう、でもこれで十分、うん、あここで生活した楽しいよね、楽しい、うん、いいよね、めっちゃいい、なんかがこれも本当にいいよな、ほら冷蔵庫ね、冷蔵庫この大きさめちゃいいですよ、すごい、うん、これはすごい、あとここが、あこの感じですねこれ、これはもう三口のキッチンです、うん、これで料理するの、あしますします、プロパン積んでるんで、あプロパンでそうだね、はい、暖房もプロパンなんで、あったかそう、暖房も、ね、床暖房あるんでね、床暖だよ、浴衣は100ボルトがないと動かないので、うん、あのキャンプ場とか RV パークとか電源があるところで陸電使ってね、はい、使います、あと発電機を持ってくか、発電機持ってくか、デリカの前にフィッチメンバーつけてるんでそれにキャリアつけて発電機持ってきます、正規代理店があるんですか、ありますあります、どこだったんですか、国内あの千葉 の、うん、あのなんていう名前でした忘れちゃいました、すいません、ホワイトなんとかって言ったの、違います違います、あデルタリンクです。千葉のデルタリンクで、あの野田さんこれ人生楽しいわ、楽しい、ね、本当に、うん、あの人生の楽しみ方の技は知ってますよ ね、本当だ、いやーなんか野村さんの人生はエンジョイしてますね、うん、もうこの車に乗りたい人は港区あたりをブラブラしてるそうで赤坂あたり、ね、赤坂あたり、今度じゃあ赤坂飯食いに行く、ね、そうですね、野村さん捕まえる、捕まえましょう、よろしくお願いします、あとできましたらその時後ろにキャンピングカーと置いてほしいトレーラーハウスね、はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています、チャンネル登録お願いします。